竹野内社長、好きな食べ物は、そうですね、僕、まあ、ハンバーグとか、まあ、今日も吉野家食べましたけど、吉野家うまいですね。はい、焼肉定食うまかったですね。はい、そんな感じです。ただね、吉野家入るときって、吉野家の牛丼が食べたくて入るわけですよ。で、僕、つゆダクダクにするんですけど、で、それで入ってるのに、焼肉がうまそうってなったときに、とんでもなく悩むんですよね。だから僕、今日も多分吉野家で、多分3、4分悩みましたね。どっちにしようかなって。まあどうでもいい話なんですけど、そういった時にね、食べ物に関しては僕意思決定力著しく下がるんですよね。特にお腹がめちゃめちゃ空いてる時って、もうどれ食べていいか分かんなくなってきちゃうっていう、そういうことありますね。